ニコラです。本日はね、2022年2月18日、今日はね、長谷部さんの方に、たくさん新フィギュアの方が入ってくるということを聞いてるので、ぜひ頑張ってプレイしたいなと思います。的な重心情報をお伝えしておきます。やはりね、このフィギュアに関してはプレイ動画でも分かるように、このようにね、表重心が非常に特徴的になっています。まあ、このあたりね、プレイしていると途中裏返るということがあるので、十分気をつけてね、プレイしたいなというふうに思います。またね、このフィギュアの重さに関しては200g も少し切るような形なので、比較的ね、軽めのフィギュアになっています。ですからね、非常に丁寧にね、プレイを進めていくべきかなというふうに思います。ですけど、まあ、そこまで動くような印象はありません。これ開封してみると、やはりね、この表重心であることがよくわかります。ただね、このような形で結構しっかり固定されているわけじゃないので、こういう形でね、前後に動くということもね、非常に特徴的かなというふうに思います。そしたらね、組み立てることができました。このような形のフィギュアになっています。でね、パッケージの、ね、顔はこういう形で、少しね、あのフィギュアの方の、ね、表情を見ると少しね、パッケージとはイメージが違う形になってますね。服の方もね、しっかりとツヤ感が出ていていいんじゃないでしょうかね。それではね、フィギュア全体を見てもらって、この動画を終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメント欄にも何か書いてくれると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。それではバイバイ。